平野仕様がこと次元の筋力でパンチングマシーンを圧倒。驚愕の数字を叩き出した秘密とはキング・ピンピスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスル。日本テレビ系。1月14日放送会は、平野仕様がまたしてもこと次元の筋力を見せた。これまで同番組で、 棚心底で瓦を割る寸慶に初挑戦して成功させたり、鉄棒にぶら下がったままシャツを着用するなど、体を使った企画で大活躍してきたイヤこの日はメンバー5人でミッションに挑むキンプル5がオンエアされ、パンチングマシーンを使って5人で合計650キロを目指すパンチングチャレンジを実施した。 一人130キロ出せばクリアできるこのチャレンジ。最初に挑戦した長瀬角は193キロを叩き出し、次の神宮寺優太も182キロを記録。この時点で合計375キロとなったため、余裕で目標を達成できる空気に。そこでマックの劇団一人の発案で、クリア条件が合計1000キロに変更された。 残り3人は209キロずつ出さなければならなくなったが、高橋山は昨年4月期のドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系、でボクシング部の部長役を務めていたこともあり、ボクシングやってるんで、と自信満々。しかし、結果は164キロ。試しにもう一度やってみても、178キロという低い数字に、 さらに、続く騎士ユタに至っては、これまでで最低の160キロをマーク。最後の平野は、格闘技経験者でも難しい、287キロを出さなければならない展開に。平野は、ちょっと待って、と困惑し自信がない様子だったが、いざ挑戦すると驚異のパンチング力を見せ、283キロとかなり惜しい数字。 その後もう一度チャレンジしてみると、なんと288キロを叩き出し、合計1001キロで無事クリアとなったのだった。今回の放送にネット上のファンからは、平野くん、アイドルだよね。かっこよすぎる、また伝説を更新してしまった仕様くん、本当に何でもできるんだね、といった感想が寄せられていた。キング・アンド・スのメンバーであり、 注目の若手アイドルである平野紫洋が自身の筋力を見せつける新たな伝説を刻んだ。彼は人気テレビ番組キング・アンド・ブスルに出演し驚異的なパンチング力を披露したのだ。過去にも同番組で瓦を割る、寸刑や鉄棒にぶら下がったママシャツを着るといった体を使った企画で活躍してきた平野。 この日はメンバー5人が集結し、キンプル5としてパンチングマシーンを使用したチャレンジに挑戦した。このチャレンジの目標は5人で合計650キロのパンチ力を叩き出すことだった。1人当たり130キロを出せばクリアできる難易度だ。最初に挑戦した長瀬角は193キロを叩き出し、続いて神宮寺優太も182キロを記録。 この時点で合計375キロとなり、目標達成への余裕を感じさせた。しかし、マックの劇団一人がアイデアを出し、クリア条件を合計1000キロに変更することになった。 残りの3人は209キロずつ出さなければならなくなったが、高橋山は以前にテレビ朝日系ドラマ、未来への10カウント、でボクシング部の部長役を演じた経験から、ボクシングやってるんで、と自信満々だった。しかし、彼の結果は164キロに終わり、試しにもう一度やってみても、178キロという低い数字にとどまった。 さらに次の挑戦者、岸優太も160キロという最低記録を叩き出してしまった。最後の挑戦者として登場した平野は、格闘技経験者でも難しい目標となる287キロを目指さなければならない状況に直面した。彼は自信を持っていない様子で、ちょっと待って、と困惑していたが、 挑戦に臨むと、驚異的なパンチング力を発揮し、283キロという惜しい数字を叩き出した。さらに、もう一度チャレンジしてみると、なんと288キロを記録し、合計1001キロでクリアを果たしたのだ。放送を視聴したネット上のファンからは、平野の仕様に対する翔さんの声が寄せられていた。 彼がアイドルでありながら、こんなにもカリスマ性や驚異的な筋力を持っていることに簡単の念を抱いているようだ。平野くん、アイドルだよね。かっこよすぎる。また伝説を更新してしまった仕様くん、本当に何でもできるんだね、といったコメントが多く見られた。平野紫様は、キング・アンドプスのメンバーとしてだけでなく、個人としても注目を浴び続けている。 彼の挑戦と成果には多くの人々が魅了され、彼の才能と魅力を再認識したのだろう。今後の彼の活躍にますます期待が高まるばかりだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。